1998年9月の25日の発行、紙プロ11号になります。52ページのバウトレビューから、あ、ラジオ感覚でお聞きください。バウトレビューから、前回が桜庭選手とカーロス・ニュートンを振り返りまして、今回が6月27日東京ベイ NK ホールリングスですね。はい、田村高坂戦リングス、田村高坂、はい、やばい、いきなり大丈夫ですか。はい、田村高坂戦があった大会ですね、はい、1998年6月27日です。はい、でこの観戦記を読み上げます。はい、タイトルが贅沢にもまた獣の精が降りてくるのを待ち望んでしまうというタイトルなんですが、よろしいですか。はい、はいはい、リングスという森には獣の精と妖精がいる。うん、獣の精は例えば前田対フライ戦という姿になって現れ、妖精の方は例えば田村対ハンセンとなって現れた。6月27日にも妖精は田村対高坂戦となって立ち現れた。ひどく存在感がありため息をつくほど美しい妖精である。つまり田村対高坂戦は美なき戦いは無能なり、戦いなき美もまた無能なりを地でいく戦いであり、リングススタイルの現時点での完成形であり、観客の視線にさらされることによって成り立つプロ格闘技の理想形を見るような戦いだった。木を見て森を見ないという言葉がある。前田明という木を見続けなければ森は見えてこないと思っていた時もあったが、いつの間にかリングスという森はぐん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 広くなっていったようだ。時期外れのお中元としてもっとこの戦いの面白さをお届けしたい気もするが、その場にいる者しか共有できない空気があったことをご報告するにとどめたい。まあドキドキしたしワクワクしたし色気を感じたぜということである。しかし贅沢なことにどうしても私は獣の精がリングに降りてくるのを待ち望んでしまう。獣の匂いをリングスという森で嗅ぎ取りたいのだ。何も血生臭い戦いだけ見せろと言っているのではない。だがスポーツという概念におもねた綺麗さである必要は何もないのだ。回りながら進むこと、つまり転がり続ける運動体であるためには獣の精が運んでくる測定不可能な力は必要だ。なるほど。21世紀でも周期が漂う生な戦いを見たいものである。なるほど、ということですね。あ、これはリングスをもう見てるからこそ、ま、リングス前田さんを見てるからこその表現ですね。うん、田村高坂戦、これおそらくですけど、うん、これも記憶で言いますけれども、はい、前田明賞が出たと思うんですよ、田村対高坂戦には。はい、はい、田村さんもらってないと言うと思いますけど、はい、もう試合これ確かにドローだったですよね。ドローでしたね。30分、うん、はい、時間切れ引き分けで、はい、本部席にいる前田さんが赤いジャケット姿のままもう立ち上がって拍手をして、うん、で後に、試合後に前田明賞を渡すと、はいはいはい、いう一幕もあった試合ですけれども、うん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 、非常にもうここにも書いてある通り、美なき戦いは無能なり、うん、戦いなき美もまた無能なりを地でいく戦いで、うん、まあその当時のリングススタイルの完成形であったかのような綺麗な戦いであったと、うんうんうん、ただまあこれを書いている上プロ編集長は、うん、贅沢なことにどうしても妖精の世界だけではなくて、うん、獣の精が降りてくる戦いも必要なんじゃないかという。なるほどね、うんうんうん、これは選手的にはどうなんですかね。獣ですか、国内要求なんですかね。え、国内要求ですかね、この国内、あ、国内、うん、いや見てる方は面白いんでしょうけど、うん、やってる選手は大変ですよね。大変ですね、はいはいはい、うん、それはよくわかります。まあ、これちょっと分かりやすく分析すると、まあその、はい、獣のようなっていうのは例えば、まあ、プライドでいうとこうバンダレーシューバみたいな、うーん、あんなイメージで捉えていいんですかね、はいはい、こう、いや、ここにも書いてありますけど、うん、そういう血生臭い戦いだけ見せろということではないですね、うんうんうん、ないと思うんです、うん、でつまりはやっぱり
綺麗な戦い、うん、技の読み合いだけではない、うん、その感情が立ち上った時に、うん、やはり見ている人にぐさっと刺さる場合があって、うんうんうん、はい、だからまあこれは常にその田村対山本戦なのか、うんうん、田村対阪戦なのか、あ、そういうことね、はい、ことでもあったりすると思うんです。はい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 、どちらが見てるものに届くか、うんうん、ということでもあると思うんですね。だから決してこうなんて言うんでしょう、定型的に感情を見せ合って、うん、バチバチやれと言ってるわけではないとは思うんですね、うん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 、これはねちょっと、うん、すごい団体でしたねリングスは。いやそうなんですよ、うん、だから全部を、はい、要素を凄まじく面白かったと思います。うん、ですがやはりその、後にプライドブームみたいなものが起こってきて、うん、やはりこのリングスの戦いだけでは、うん、物足りない世界が現れてきたわけですよね。だから今どうなんですかね。僕はやっぱり、うん、このリングス的な、うん、あ、戦いが途切れることなくなんか続いていってほしいという、うんうん、思いはありますけどね、うんうんうん、そうですね。まあ本当なんだろうな、うん、結構本当に世界各国一流の選手が集まってきてましたから、うんうんうん、そうですね、その一流の選手がリングスという、まあ、パズルをこうワンピースワンピース埋めていくことなので、うんうんうんはい、だからすごくリングスってすごいなと思うんですけど、うん、はい、うーん、まあ規模はもしやるとしたらもう本当規模は小さくなりますよね、うん、もう昔みたいな、こう、いやこれね前田さんもよく言ってますけど、うん、この規模もう一回やろうとしたらやっぱり莫大な資金がいりますよ、うんうんうん、それと同時に本当にしっかりした組織が必要になってくるし、うんうん、だから前田さんがその高田ヒクソン戦の1回目の時に、うん、高田ヒクソン戦の3日後かリングスのバトルジェネシスの大会の控室で記者陣に対して、うん、今あくびしました？いやしてないですしましたしましたよね、はい、余計に正直ですね、うん、で記者陣に対して、うん、もう高田負けたらどうすんのと、うん、でまあいろいろガーッと怒りに任せて、うん、記者陣を罵倒も含めて大激怒、はい、大激怒したんですけれども、うん、今、うん、ここでぐしゃっとなってしまったら、うん、もう二度とこの規模の業界は維持できないよというようなことを言ってたんですね。確かにね本当にそうだと思うんです、うんうんうん、いやリングスは本当面白かったですね、うん、はい、はい、うん、面白かったですね。でちなみにこのファイティングインテグレーションという大会で、うん、この書いた神プロ編集長のベストバウトは1位が田村清志対高坂剛、うんはい、2位が滑川康人対トロイ・デンソン、はい、3位が成瀬正幸対山本健一ということになっていて、トロイ・デンソン、滑川、トロイ・デンソン、滑川といえばトロイ・デンソンです。もういやこれもね、うん、結構激しい試合で、あ、そうなんですか。すごく印象残ってます、ね、へえ。なめといえばトロイ・デンソンですね。はあはあはあ、これが第一試合だったんです。はあ、はあははあ、はい、すごいですね。第一試合でこの第2位に浮上するっていうのは、うん、よっぽど印象に残ったんですかね。いや、印象深いですね。うん、内容を覚えてますか。覚えてますね、はい。打撃戦ですか。打撃戦です。どちらかというと。うんうんうん、うん、はい、でやっぱりなめもこう意地が張れる。うん、場面になるとスタミナを発揮するんですよね、うん、あれ結構意地っぱりですから。意地っぱりですか、うん、そこがハマると、はい、面白い試合になるんですね。へえ、はい、結果は覚えてます、うん、ナメが確か TKO 勝ちだったと思います。あ、はい、なるほど、分かりました、はい、すみません。この当時のリングスルールってあれ、うん、ノックダウン制でしたはい、
5ポイント。あれ違うか、3だったかな。なんか何回かダウンして TKO だったと思いますね、うん、はい、で第2試合が坂田渉対ウィリー・ピータースで、うん、これ坂田選手がピータースから取ってますね、へアキレス腱固め、ほう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 。で第3試合が金原博光対サンドラ・マック・キリアン、うん、あんまり聞き慣れない名前ですね、はい、第4試合がハンス・ナイマン対バロージャ・クレメンチェフ、うん、あクレメンチェフって言いましたね、うん、で第5試合がトーナメント21タイトルマッチで、うん、成瀬正幸対山本健一、王者は成瀬ですね、はい、で第6試合が田村清対高坂剛、はいはいはい、ランキング戦30分一本勝負となっています、うんうん、これくしくも同時期に行われたプライド3と同じ試合数ですね、うん、あ6試合、はい、6試合、なるほど、6月24日、はい、プライド3日本武道館、はい、うん、うん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 、まあでもその当時はどうなんですかね、6試合7試合が標準的な、そうですね、試合数だったと思いますけど、はい、まあ、今総合格闘技でもう本当もう 10試合20試合、ね、15試合20試合とか当たり前になってきてますけど、はい、うん、まあ、それはまあ興行のシステムがいろいろ関わってはいるんでしょうけれども、そうですね、この当時は6試合7試合とかそれぐらいだったかな、そうですね、うん、その昔のプロレス興行とかはやっぱ9試合とか10試合でした、ああ、うん、結構ありましたね、はい、結構ありましたね、前座も含めると有形になってから試合数はぐっと減りましたよ、ね、うんうんうん、旗揚げ戦3試合ですもんね、うん、今考えるとすごいですよね、新生湯戦1988年5月12日、はい、コラゲンホール、コラゲンホール、実質2試合なんですけどね、うん、どういうことですか、はい、高田さんと宮津さんがやられてるんです、はい、あれはエキシビジョンマッチ的な扱いで、実質は安城さん、中野さんと安城さんと前田さんと山崎さん、山崎さん、はい、実質2試合ですね、すごいですね、いやすごいです、ね、今考えると、ね、今考えるとすごいですねはでもその一昔前とか、うん、僕が清少年のファンの頃は、うん、藤波辰巳と木村健吾のワンマッチ、ワンマッチやりました、後楽園ホール、はい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 、でリングの中央のこのバネ、うん、スプリングを抜いてるみたいなのも記憶ないですよね、一発 KO だみたいな、投げられたら終わりみたいな、記憶ないですよねそこはなかったですねよくわかりましたね、うん、わかりました、はい、いやそう、あれ何年ですか藤波木村のワンマッチ、調べますか、調べます、はい、調べましょう、はい、1987年1月14日後、はい、楽園ホールですね、ああ、はい、年明け、ああなんとなくそんな、ね、これねチケットがね当日券のみだったんですよ、うん、ええー、急遽決まったみたいな、はい、手だったので、はい、うん、手ってどういうこと、いやちょっと記憶がうんうん、うん、裸ではないですけども、はい、はいはい、うん、確かに突如決まったみたいな感じだったんじゃないかな、当日券のみですか、はい、へえ、もちろん完売ですよね、完売です、もう、うん、私買いに行ったけど買えなかったですからね、はあ、はい、まあ、人に頼んだんですけど買いに行ってください、はい、買えなかったです、はあはあはあ、速乾ですよ、はあ、でしょうね、うん、この1試合のみワンマッチ興行とか、うん、あるいはまあアントニオ猪木対マササイトの巌流島とか、うん、興行的イベント的にもこの当時っていろんな実験してますからね、うん、うん、新日本プロレスが、はい、はい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 、ドームでやった時はそのロープを外して円形のリングでやってみたりとか、あ、そんなんあったんですか、はい、猪木翔太著女子ビリの異種格闘技戦ですね、そう、記憶ないですか、はい、あ、これ多分もう田村さんは新弟子として入ってた頃かな、あ、うん、入るか入らないか、88年か89年です、あ、まあその時代ですね、ドームは、チョチョシビリ、はい、チョチョシビリ、あ、チョチョシビリ、あ、そうですね、そのあたり、なんかなんとなくね、シュープロなんですか、チョチョシビリってチョチョシビリはなんとなくワード残ってますね、チョチョシビリって、はい、あ、まあいいや、うん、まあいい、いいと思います、はい、多分、はい、
じゃあ今回こんな感じですかね。こんな感じなんですか、うん、今藤波木村の話で終わりましたよ。いいんですか。いやいいと思います。これ藤波木村ワンマッチレフリー誰だか覚えてます？猪木さん。違います、上田馬之助なんですよ。そうなんですか。だからね、今もう一回調べ直したり記憶をたどると、うん、あ、こんなことがあったんだっけっていうのも結構あるとは思いますけど、そういうこれが今藤波木村の話が1987年ですから、で今一番最初に読み上げたこのリングスが1998年ですから、あ、10年11年違うですね。だからそこまでやっぱりプロ格闘技の、試合展開とかも進化していったというふうにも言えますし、やはりこのリングス、まあ、猪木さんもよくプロレスは戦いであるというふうに言い方をしますけれども、リングスにはやはりその戦いというのがもちろん見えていて、すごい誤解を招いたら申し訳ないんですけど、協力し合っていい試合を見せるということではないわけじゃないですか。お互い主導権の奪い合いの中で、技術と技術のせめぎ合いの中で、大見栄を切っていくという、本当に技術を持った人じゃないとできない、あるいはものすごく精神的にタフじゃなければできないような戦いを毎月見れてたわけですよね。これやってる方の選手はたまったもんじゃないと思うんですけど、贅沢な時代でしたね。なるほど、あ、そういう感じですか。とても贅沢な時代だったと思います。そうなんです。だからいい試合を組み立てるのに、2人の息がぴったり合う、合わせていい試合が表現されるプロレスもあると思うんですよね。まあ実際ありますよね、はい、そうじゃなくてお互い体の中に叩き込んだプログラミングをどう崩していくかという、崩し合いながらもいい試合をしなきゃならない、するという、これは贅沢ですよね。贅沢でしたか。本当に贅沢。まあまあちょっとね、そうですね、まあそういうふうに見てるファンの方っていうか会場にねいらしてる方がそういう感じで見てもらえてると嬉しいですけど、やっぱまあ僕らの選手側とやっぱりこう見る側って考えが違うんで、でもそういう感覚でリングスに足を運んでくれる人がね多かったらすごく嬉しいですけど、だから北澤さんが、日本プロレス時代の前座は、少しリングスに近いような気がします。やっぱりそういうそのお互い主導権の奪い合いであったり、あるいはつばぜり合いであったり、そういったことを戦いを軸にしながらも、お互いの崩し合いをしながらも、試合として成立させる、技術だったり気持ちだったり、これはやっぱり普段の練習で培われていくという世界は実際存在してたわけですし、ああそうです。そこでちょっと僕も付け加えさせてもらうと、考えて動いちゃうと、もうダメなんですよ。だそこの試合の流れが止まっちゃうんです。だからこれもちょっと本当言い方は難しいんですけど、このお客さんにそれが一瞬の間でもあるとね、ちょっと冷めちゃう部分はあるんですよ。で僕はもっとそこはすごく冷静に他の試合とか見てて、あ、ここコンマ何秒ずれたなって、いやそこ回っちゃダメだよっていうところあるんです。でもそれってこうお客さんには騙せても、僕には騙せないところでもあるんですよ。だからそれはね、普段の練習で自分で体で覚えてさっといかないとできないところなんで。そうでしょうね。だからとっさに動けるということですよね。だから猪木さんのプロレスもやっぱりそうでしたよね。なあ、なるほど。とっさにどう動くかという。いや、猪木さんってでもアドリブが過ぎないですか。そんなことないんですかね。まあ、その時代時代によってやっぱりスタイルも
ちょっと微妙に違ったりもするので、だから当時 その1998年当時 そのプロレス、まあ、いわゆる UK ですよね、UK とそのシュート勢とか、まあ、バーリトゥール勢というのか、グレイシー柔術とか含めて、そのせめぎ合いというか、中で所詮 UWF なんてとか、所詮プロレスでしょみたいな言い方をするのは腹立たしかったですね、なるほどね、はい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 、見てないの、はい、まあ、見てたのかもしれないですけども、いや見てないですね間違いなくどこ見てるんだという、でもね、まあ割とね、皆さんもシュートさんもスートさんで大変、自分そのシュートさんもスートさんもになってましたけど大丈夫ですか、はい、シュートさんも自分の団体で大変だと思うんですよ、いやそうでしょうね、それはそうだと思います、あとやっぱり、日の目をなかなか見れなかったという、部分もあったでしょうし、やっぱプロレスや UWA というのは人気があって人も集まってくるっていう、ね、はいはいはい、まあまあそうですね、ちょっとまあ、ひがみ的なの、はい、だから90年代中盤以降じゃないですか、こうシュートが徐々にこう盛り上がっていくっていうのもね、まあどうなんだ、ひがみなのかな、まあ悔し、まあちょっとなんとも分かります、すごく分かります、いろんな感情が詰まってたからこそこの当時は面白かったっていうのも言えると思いますし、シュートはシュートのファンがいて、リングスのはリングスで、プライドはプライドでいらっしゃったと思うので、だから猪木さんがそのまあ軽量級の選手は軽量級の選手で、またチャンスを作ればいいしみたいなことを言ってたこともあったんですけれども、新日本プロレス時代ですか、はいはいはい、まあ、それは新日本プロレスの中でやろうとしてたことなのか、その世界格闘技連盟だったり UFO だったり、そっちの方面でやろうとしてたのか、ちょっと今すぐ思い出せないんですけれども、まあ、そんなようなことを言ってたこともありますし、わかりました、はい、よろしいですか、はい、これあんまり長くするとね、タイトルがちょっと行き詰まっちゃう、タイトルのことばっかり考えてますそうそうそうなるべく関連付けしようと思って、はい、じゃあありがとうございます、ありがとうございます、でも22分喋ってる